立川競輪場の皆さん、明けましておめでとうございます。加藤新平です。今回祭はここ岐阜の自宅から失礼します。さあ、そして昨日の初日の11レース、僕が予想を担当したレースです。皆さん、参考にしていただけましたでしょうか。結果は1530円、見事6点予想での的中ということで、皆さんに2021年の初のお年玉をプレゼントできたと思います。今日2日目も再び11レース予想していきますので、ぜひぜひ皆さん、僕の予想に乗って美味しい思いしてください。さあ、そしてこのレース、レースは3対3対3の3分戦、そして何といっても9番車に清水博人がいます。昨年のグランプリにも出走した SS 選手、ここは対する先行選手、小原選手、池野選手がいるのですが、ここがかなり人気を集めそうかなという予想です。そして対戦する小原選手、池野選手はここ清水選手を何としても7番手に置きたい、勝負どころで、ということで、やはりどちらかが先行する公算が高いと言っても、やはり脚力が違いすぎます。ここは小原選手が先行、6番の池野選手が先行という形になっても清水が巻き返すと僕は読みます。しかし初日の特選競争ですね、清水は終始後方8番手に置かれました。コンディションも判断力もちょっとまだピリッとしないかなという感じ、ということで僕はこのレース、本命は清水の番手加志野選手に本命を打ちます。対抗には清水選手。さあ、ということで狙い目です。1番の加志野選手から清水選手へ、1番9番、そして9番1番の折り返しも入れてですね、そして3番のここ池野選手の番手を回る筒井選手、そして筒井選手のさらに後ろ4番車の西岡選手、そして5番のここは小川選手は清水選手の3番手ということで筋ですね。3番4番の近畿の番手3番手を絡めた3連単で勝負します。